子どもたちが描いているものは海の魅力を PR するポスターです。太陽に映る海を描いています。たくさん魚がいるところが好きです。8月8日、大分市で海の魅力を PR する海のポスター作りワークショップ in 大分が開かれました。午前の部は芸術緑ヶ丘高校の生徒たち30人が参加。生徒たちは事前に海に関する写真を準備していて、携帯電話のアプリやパソコンを使ってポスターを制作しました。これを通じてその地元の海のことをもう一回それ思い直してもらって、いいところを再発見してもらえるようなそんな機会になればということでやっております。さすがに芸術を学ぶ学校だけあって、もう絵を描いたりとかその構図に関してはもう勉強されているので、そこをもう我々教えることは何もなくてですね、やっぱそこにまあ言葉を載せることでポスターという作品になることを、覚えてもらえたのがまあ非常に良かったなというふうに思っています。また午後からは一般向けのワークショップが開かれ、子どもたちがポスター作りに取り組みました。田浦ビーチの夜の夜景を描きました。いろんな色を混ぜて描いた。海の魚が泳いでるところを描きました。うちの近くが魚好きなので海は好きです。やはりこう海っていうのは綺麗だけじゃなくて、まあ、美味しかったりとか楽しかったりとか、まあ、暑かったりとか、いろんな側面があるんで、ポスターを作るということで海っていろんな顔を持ってるんだなということを知ってもらったりとか、思い返してもらえればいいなと思ってます。海ポスグランプリは公式アプリオノコロを使えば誰でも簡単に参加することができます。ポスター部門と動画部門があり、どちらも今月31日が締め切りです。ユーモアあふれる表現で地元の海の PR に参加してみませんか？詳しくは公式ホームページをご覧ください。海と日本。